ジョエル・ジョブ・マティプは、ドイツのルトベスト・ファーレン州、ボーフム出身のドイツを呼び、カメルーン人、サッカー選手。プレミアリーグ、リバプール FC 所属、元カメルーン代表。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー。ドイツ人の母とカメルーン人のサッカー選手であった、父の間に、ドイツで生まれた。FC インゴルシュタットレイヨン所属のマービン・マティプは、兄であり。 ジョゼフデジレジョブはいとこにあたる。1997年に VFL 防フムのユースチームにスカウトされ、数年所属した。しかし2000年からはシャルケレイオンのユースチームにスカウトされ、シャルケの一員になった。2010年3月にシャルケレイオンのトップチームと3年半の契約を結んだ。2015年2月、2015から16。 シーズン終了後4年契約でのリバプール FC 移籍。2016から17シーズン10月30日のクリスタルパレス FC 戦でリバプールでの初得点を記録した。2017から18シーズンレギュラーとしてプレーしていたが3月31日のクリスタルパレス戦で不勝離脱シーズン中の復帰は厳しいだろうとチームから発表された。 2018から19シーズン UEFA チャンピオンズリーグ決勝のトッテナム戦では先発出場しトッテナムを無得点に抑えまたオリギの試合を決定的なものとするリバプールの2点目のゴールをアシストしチャンピオンズリーグ優勝に貢献した2019から20シーズン以降はたびたび負傷しチームを 離脱。2021年1月28日のトッテナム戦ではシーズン終了が見込まれる大怪我を負った。2009年12月に初めてカメルーン代表に選出された。しかしドイツ代表を選べる立場でもあったため、この時は参加を見送った。2010年3月にカメルーン代表を選ぶことを発表。イタリアとの親善試合で初キャップを記録した。 2014年6月22日の FIFA フフワールドカップ、ブラジル戦で代表初得点を挙げた。2015年に24歳にして代表を引退。引退理由として代表チームの方針に対する不満を挙げている。ありがとうございます。